ここへ開いたら元立ちは必ずへそとへそが結びつくところで一緒に動いて必ず開いてる。ここへ整体をして間合い整体をして、ね、元立ちは必ず整体をして開き足を引き出してる。下がる方は引く、右側を浮かせたら右足を引く、左を引く、右足を、これで角度が取れる。今言ってるのは体を整体させる。さっきは横まで向いてください。今度はへそとへそを向ければいいの。相手の方へへそとへそを向けて整体する。こういってここへ行った時にこっちへ向いた時にこの足がここに、この回転が内につながらない、ね、でここへ行った時にはここへ来る、ここへ向いてくる、この回転が内につながらない。腰が下へにならないと開き足になる意味がないんですね。